高島和隆は日本の男子バスケットボール選手である。ポジションは G 及び会。茨城県出身。土浦日本大学校、早稲田大学を経て2006年に ICC ホースへ。2014年、筑波ロボッツに移籍。11月30日に退団。2015年1月に和歌山トライアンズへ入団するも、シーズン終了後に自由契約となる。 2015年6月29日、熊本ボルターズへ移籍した。2016年、横浜 B、コルセアーズに移籍。2016から17、2017から18、シーズンは、チームは、毎年残留争いに巻き込まれる厳しい状況で、ヘッドコーチの入れ替わりも激しかったが、いずれのコーチにも、守備能力が高く評価され、レギュラーとして活躍した。 2018から19シーズンは開幕こそスターターとして出場したがシーズン中盤以降はプレイ時間が極端に減り終盤に入ってからは不出場の試合も続くシーズンに終わった2019年5月横浜 B コルセアーズからの対談が発表された2018年から3人制バスケットボールに挑戦 3X3、エグゼプレミアリーグに加盟するビフマン、エグゼの選手として活動するとともに、2019年からは、同チームのオーナーにも加わることが発表された。土浦日本大学校早稲田大学、信シーホース、つくばロボッツ和歌山トライアンズ熊本ボルターズ、横浜 B コルセアーズ。ありがとうございます。